よし、いい感じ。だけど手が冷たい。あ、氷が溶けてどんどん滑っちゃう。ボタンは氷を利用したコントローラーです。操作方法は簡単で、氷に触れることでジャンプができます。入力にはメイキーメイキーを利用しており、氷に触れた際に抵抗値の変化を検知します。氷を利用したコントローラーならではの特徴として、時間制限は氷で決まります。サーモグラフィーカメラで取得した最低温度が色域を超えると、氷が溶けたとみなしゲームオーバーとなります。また、敵などに当たるとヒーターの温度が上がり、氷が早く溶けてしまいます。氷を触るだけでも溶けていくため、洗練された操作が求められます。氷は溶けるだけでなく、滑りやすいという特徴もあります。画面に集中していると氷が大きく動いてしまうため、緊張感を楽しむことができます。氷は冷たいため、季節や環境によって操作の積極性が変化することも考えられます。これらの氷の特徴により、通常のコントローラーとは違うゲーム体験を楽しむことができます。もううまいじゃん。うまいでしょ？いい感じでしょ？あああ、溶けて終わっちゃった。ねえ、もう一回遊びたいんだけど、氷ある？るよ、取ってくるね。お願い。